はい、皆様こんにちは、加用まりのでございます。本日はですね、行政書士はオワコンなのかというですね、なかなか過激なタイトルでですねお送りしたいと思います。私もですね、今行政書士を登録しようとしているさなかなんですけれども、今回、行政書士のちょっと業務なんかもですね、この機に結構気になっていまして、そもそもですね、このコロナ禍であったりとかオンライン化においてですね、他の事業も言われる中で、行政書士について今日話していこうと思います。で、吉本行政書士事務所さんというところがですね、行政書士オワコンというようなブログを書かれていましてですね、そのオワコンなのか論争に賛成というようなね、記事を見かけました。で、まずその理由からなんですけれども、外国人の在留カードの更新であったりとか変更なんかは行政書士の、代表的業務として、言われているところなんですが、これもですね、今回ネットでできるようになったということで、これを機にですね、行政書士を利用する人が減っていくんじゃないかと、そういうような話だったんですね。それからやはり行政書士にが今後ですね、業務活躍していけるには専門性を高める必要があると、こういう外国人の在留カードの更新とかこういった単純業務はインターネットでね、自分たちでできるようになってしまうので専門性を高める必要があるんだけれども、ただあまりにも専門性が高いことはやはりですね、皆さん弁護士に依頼をしてしまうというのが世の常ですので、このあたりが結構難しいところであると。で、行政書士っていうのはやはり劣等者ライバルもかなり多いと言われていて、私もですね、行政書士 YouTuber なんか500名いるみたいな話を聞いたことがあったりとか、あと行政書士で、Twitter やっている人ってめちゃくちゃ多いんですね。それはやはり行政書士っていうのは、非常にですね、大きな法人を作って組織化して動くというよりは、皆さん個々で独立されてですね、それぞれの業務をやるというところから、やっぱ宣伝方法本当にですね、たくさんある中で SNS やるなんてこれは当たり前の話であるということで、結構 SNS やってる方も多いし、非常にですね、宣伝もうまい方も多いなというふうに私も感じています。こういう状況からライバルが多すぎるっていうところですよね。だからやっぱり行政書士はコンサル系にシフトしていくことがやっぱり大事ですよねっていう話もしていました。あと有名なひろゆきさんもですね、そういったようなですね、趣旨の話、ワコンだよねみたいな話なんかもね、していましたけれども、やっぱりそうは言ってもですよ、私はやっぱり行政書士の業務っていうのは司法書士とか、弁護士とかに比べてですね、すごくたくさんですね、新しい分野が生まれやすい資格だと思うんです。近年ではドローンに関するですね、資格であったりとか、あとですね、最近マイナンバーカード事実上の義務化と言われていて、今行政書士を調べるとマイナンバーカードを載せ、取得代行なんかを、結構力入れている方多いですから、時代の変化とともに新しい業務が生まれやすいっていうのも、確かですし、それを極めることによって第一人者になっていくことができるっていう可能性を私は秘めていると思っています。だからこそ、行政書士、オワコンってそこまで言えるかどうかっていうのは何とも言えませんね。あとはフリーの許認可なんかもやっぱりフリーさんとか民間も参入してくるんですけれども、ただやっぱりそうじゃなく薄利多売な分野は相当難しいけれども、新しく時代の変化とともに生まれてくる、取得代行であったりとか、あとニッチなエリアなんかを攻めればですね、誰よりも稼げる資格ですね、可能性を秘めた資格だと本当に、確信しています。最近ですと、事業再構築補助金であったりとか、このあたりの分野を積極的にやってらっしゃる行政書士さんかなりですね稼いでると聞いています。なので、そこまでですね、行政書士イコールオワコンっていうふうにはまず私は現時点ではそこまでそうとは言えないのかな。行政書士がオワコンっていうのは新しい分野がないとかニッチなエリア攻められないことを前提としすぎていて、そうじゃなくて無限の可能性があることを考えるとまだまだ全然ですねいけるかなと思います。私がですね行政書士に登録したっていうのもそのなんか外国人のとか、何か飲食の許可とかそういうのがやりたいわけではもう全くなくて、単純に自分がやっている仕事の中で必要になったから登録するというだけで、それだけで必要なんですよね。でアウトソーシングすればいいじゃんって話もあったんですけれども、アウトソーシングするには適さないぐらいですね、それこそニッチなエリアなんですよ。
だからこそ自分で登録してコンサル的立場としてより仕事を伸ばすきっかけにもなると思ったので登録するっていうだけですので、やっぱりこうニッチなエリアとかコンサル的なあのところに行くっていうのはすごく大事なことであるというふうに思います。事業再構築補助金とかもね、本当に頼りにされると思いますし、仕事はもう全般的に川下で取るよりもやっぱり川上で取る方が当然ですね稼げるわけですから、そういった分野を見つけ出していくということが、これはどの資格においても大事だけれども、行政訴訟の中でも新しい分野を、ね、開拓できる可能性というのは高いですから、まだまだ大丈夫だというのが一応私の結論でした。はい、皆さんが思う行政訴訟に関する、なんかね、感想なんかがあればぜひコメント欄でも書いてください。ということで本日は以上でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。